さて、見ていきましょうか。開発チームアップデート2023年4月ということで、えっと、前回の BTB、まあ、DVD3 とね、Twitter のトレンドにもなるぐらいで、まあ、かなり話題性がありました BTB なんですが、まあ、僕も動画にしまして、視聴者の方から一番コメントが多かったのが、あの、治療の速度、 まあこれが16秒から24秒になったんですけど、それはちょっとあまりにも回復速度遅すぎるんちゃうかと。ちょっとやめる人も増えてくるんじゃないかなっていうところ、そこがあのめちゃめちゃコメント多かったのかなという点。そしてもう1点が、結局それが PTB ではそういう風なことが行われたけど、本実装にはならないと。セルフケアの、セルフケアとかまか治療時間が結局元に戻ると。 で、結果的にそのキラーのパークだけがナーフされた状態になるんじゃないかと。まあ、そういった予想もしてる人がいました。まあその点踏まえて、今回、まあ PTB の結果踏まえて、発チームアップデートかな。えー、2023年4月が出てるので、ちょっと内容見ていこうかなと思います。はい。まあ早速ね、もう下にスライドしたら、治療っていう文字出てきたんですけど、見ていきましょうか。えー、治療。 前回の開発チームアップデートでお伝えした内容の中でも特に注目を集めたものの、あ集めたものの一つが治療に関する変更でした。PTB では治療にかかる時間をデフォルトで16秒から24秒に変更し、医療キットにもいくつかの調整を加えました。治療のようにゲームの基礎となる部分に変更を加えるには最新の注意が必要ですから、この変更が ゲームにどんな影響を与えるか、いつもより念入りに注視を続けました、えー。皆さんからいただいた意見を見てみると、多くのプレイヤーが他者への治療速度については変更前がちょうど良かったと感じていたようです。治療速度を変えたことによって、連鎖的に出血や重症のようなレタス効果もより強力になったため、いわゆる瀕死放置、 えー、生存者を瀕死状態のままにして、釣らないでおくことを戦略する戦略が、より効果的になってしまいました、えー。これを受け、デフォルトの治療にかかる時間を元の16秒に戻すことにします。はい。えー、ということで、はい。まあ、結果から言うんですけど、デフォルトの治療時間に戻りました。まあ、これはね、あのー、まあ、僕のコメント欄の中でもね、めちゃめちゃ、 やっぱり元に戻るんちゃうっていう風にね、あの予想してはる方もいらっしゃいましたし、まあコメント見る感じやと、んまあこれを望んでる人が多いのかなという風に思いました。まあ僕の友達でね、いやこんな回復時間、あのー、遅くなるんやったら、もう野良でやってる俺はもう続けていかれへんわっていう友達もいたぐらいで、まあここがね、皆さん多分一番気になってたところやと思うんですが、はい。 えー、安心してくださいと。元の、えー、16秒に戻りましたね。はい。ということで、皆さんが多分一番気にしてはった、この回復時間ですね、えー。デフォルトの治療時間。これは元に戻りましたということで、まあ、喜んでる人が多いんじゃないでしょうか。はい。っていうところですね。そしたら気になるのが、あの、サバイバーの、このデフォルトね。最もサバイバーとして、 一番、この、肝というか、あの、気になってたところ、まあ、この、デフォルトの治療時間ですね。ここが、あの、元に戻ってると。そしたら、キラー、たくさんね、あの、キラーの核となるチェーンパーク、されましたよね。それは、元に戻ってるのかと。まあ、そういったところも踏まえて見ていこうかなと思います。はい。えっ、ー、と、一方で、医療キットに加えた変更については、多くの方から指示をいただきました。医療キットを使えば、 生存者は1回のマッチに複数回好きなタイミングで自己回復をすることができました、えー、その間仲間の発電機の修理に専念することができますそこで治療に関するバランス調整の焦点を医療キットに移しいくつかの変更でいくつかの追加で変更を加えることにしましたはい、えー、ということでまあこれあらかじめですねあのー、ざっくりだけ目を通したんですけどまあ PTB 同様に、まあ、以下の通りに、はい、えー、医療キットはですね、はい、調整が行われるみたいですね。うん、なんか、うん、ここの部分が変更入いったんかな。えっ、ー、と、すべての医療キットで、自己回復時の速度と使用効率に33%のペナルティを追加しますということですね。まあ、前まではもう、紫医療キットはめちゃめちゃ強かったんですけど、まあ、一律でですね、 チャージ数が24になりましたので、まあ、そこまで前ほどの脅威はないんじゃないかなっていうところは思います。まあ、そんな感じかな。まあ、他にも細々とした調整入ってると思うんですが、まあ、皆さんが最大に、はい、えー、気になってた、ここですね。デフォルトの治療時間。まあ、これは16秒に戻りましたので、まあ、安心してる人もいるんじゃないかなと思います。なんでやねんって言ってる人もおるかもやけどね。 まあ僕の気持ちはね、あの僕も PTB のパッチノートについて喋るときは、PTB のパッチノートっついうか、まあ、こういうふうな緊急速報の DVD ネタで喋るときは、もう極力僕は自分の気持ちに正直に話すって決めてるんですけど、僕はちょっと残念かな。うん、まああんだけリージョンの動画出したのにもかかわらず、結局戻っちゃうんかというところで、ちょっと残念ですね。 はい。まあ僕の思い的にはちょっと残念かなというところです。はい。はい、続きましてヒルビリーさんですね。あの、これヒルビリーさんに関してはですね、あのー、前もって目を通させていただきました。まあ、前回の動画でも、まあ、なんかオーバーヒートの説明、まあこれがちょっとわかりづらいっていうふうにね、僕は書いてたんですけども、まあ現在でも、まあ、ヒルビリー使用頻度がまあそこまで高くないキャラやと思います。 まあ元祖キラーといえば、まあ、ヒルビリーとかね、レイスとかトラッパーというところが挙げられると思うんですが、まあそうですね、まあちょっと変更点だけ見ておきましょうか、えー。ライブサーバーへの実装時はアドオンですね。この彫刻2種類、えーまあ、これが BTB よりも前のものに戻すことにしますということで、はい、まあ、ヒルビリーファンの方はね、もう死体蹴りやろうというふうに言うてる方もいらっしゃったんですが、はい、あの彫刻2種、あの、まあ彫刻というかね、このあの、早くなるやつ2種。 はい。安心してくださいね。元に戻りました。ということで。はい。オーバーヒートの変化はそのままにしますので、以前よりも自由度が高く、ヒルビリの使い勝手が良くなるはずです。ということで。はい。まあ僕はもう普段はヒルビリ全く使わんのでね。はい。まあ、ルビリ好きの方はご安心ください。ということで。はい。次見ていきましょうか。もうこの辺からもうめちゃめちゃ皆さんね。うん。じゃあサバイバーの医療、あの治療速度じゃあ、元に戻った。そしたらパークどないなんのと。 気になってあると思いますパークのバランス調整見ていきましょうかはいまず1発目デッドハードですねもうめちゃめちゃ気になってる人多いと思います見ていきましょう我慢ステータスの持続時間を減らしてしまうとこのパークの使用が難しくなりすぎてしまうので安全にフックから救助をしないとパークが使えなくすることでマッチ内での使用回数に制限をかけることにしましたはい えー、これにより、使用回数に制限をかけることには成功しましたが、最初のチェイスでデッドハードが使われなくなる、ん使われることもなくなりました。殺人鬼が、えー、救助された生存者を狙いやすくなるという指摘もいただきました、えー。これは最もな指摘で、救助した生存者はデッドハードが使える状態になっているかもしれませんが、救助された側は確実に使うことができません。 ライブサーバーへの本実装時には、デッドハードの有効化条件を自分がフックから救助されるか、自力でフックから抜け出すかに変更します。えー、これにより、救助された生存者が殺人鬼に狙われにくくなるでしょうと、まあ、そのような、えー、調整が入りましたということですね。えー、以前までやと,、えー、と、サバイバーを救助した時に、 あのこのサバイア・デッドハートがね、あの有効化されていたんですが、まあ、条件変わりまして、自分がフックから救助されるか、自分でフックから抜けるかになったということです。まあ、つまりはですね、えー、とフックから救助されるか、自分で抜けるかなんで、えー、とマックスで2回ですかね、はい、自分がまず釣られます、位置釣り状態で、えー、救助してもらう、はい。これ1回ですね。 で、次もう一回釣られます。えー、耐久ゲージになりますよね。で、救助してもらう。で、次ででもう飛びなんで、マックス2回だけデッドハート打てますよ、ということですね。まあ、これに関してはですね、デッドハートはもう明確に名腐されましたよね。だって、まあ、ここにも書いてある通りね、以前までやと、はい、いつでもデッドハート使えたんですけど、次からはこのような条件が加わりますので、 まあこれは明確なナーフやと思います。まあ以下の条件が加わって、で、マックス2回しか打てないデッドハート。これを皆さんがどれだけ重く見るかですよね。いや、僕、私、デッドハート2回打てんねやったらもうええわという方は、多分あの今後もね、デッドハート使い張るとは思うんですが、ちょっと2回はしんどいなと。 いう方は多分使わへんやろうね、うんまあ、僕の率直な感想を言っておくと、うん、まあどうかな完全に使わんってことはないかもですね。うん、まあ2回でも十分、トンネルはこの後悔とね、防げそうな気もしますし、まあ、そのまますぐ追われて、まあ、速攻で <laughs> あの我慢ステータス受けるようなことがあれば多分気づいたと思うんですけれども、うんえー、でもどうかな まあ初手から使われ、使えなくなるんだと微妙かなっていうところもありますね。うん。まあ多分ほとんどの方がこのデッドハートのナーフを受けて次の疲労系のパークを模索してる今最中やと思うんでね。うん。まあこれぐらいの条件の,あの変更ではやっぱデッドハート戻すかというふうにはならないのじゃないのかなと。うん。まあそもそも,もうデッドハートを使う気でおる人はこの条件ぐらいとかあんま関係ないと思うんですよね。 元から使う日だと思います。はい。まあそんな感じで、デッドハートの条件が変わりましたね。うーん、まあ、うーんって感じかな。僕は、今スプはア練習してますね。全力疾走。なんで、まあちょっと全力疾走をメインでいこうかなって感じです。はい。続きまして、門絶のフック、共鳴する靴ですね。まあ、これは、そうですね。キラーのチェーンパーク、軒並みナーフされてしまったので、まあここにすがるしかないなと。 いうところで、まあ皆さん注目はしていたと思うんですが、まあこれもナーフが入ってましてですね、えっ、ー、と PTB では、悶絶のフック共鳴する苦痛は、各生存者を最初にフックに釣った時のみ発動するように変更しましたと。えー、これは、1回のマッチでこのパークの効果が発動する回数を減らすためのもので、えー、特に1人以上の生存者が処刑されていることが多い終盤を狙い撃ちしたものでした。狙い通りの結果を達成した一方で、 他の発電機の進行度を減退させるパークに比べると効果がかなり見劣りするとの意見を多くいただきました1回のマッチにつき4回しかパークの効果を発動できないこと違う生存者を狙わないといけないことを考慮しこれらの課題に挑むことを選んだ殺人機がより報われるように変更することにしましたライブサーバーへの本日掃除門絶の吹く共鳴する苦痛により失われる進行度は えー、11,13,15から15,20,25に変更します。なるほど。えー、この変更により、救助されたばかりの生存者を狙いづらくしつつも、えー、使いがいのあるパークになることを願っています。ということで、まあ、シンプル強合ですね、数値がいたちと同じになりました。ということで、まあ、4分の1ですね。はい。えー、まあ、これに関しては、まあ、もともとナークされてるんでね、まあ、マックス4回しか発動しない。 時点でかなりのナーフを食らっているので、まあここの強化に関してはもうラッキーぐらいのニュアンスじゃないですかね。まあ正直ここまでナーフされても、まあ素ものがここしかなかったらみんな使うとは思うのですが、まあ正直ですね。あのー、まあサバイバーの治療速度これがですね16秒から24秒になるんじゃないかということで、まあちょっと注目されました。玉割りもですね。 悶、えー、絶のフック、苦痛という名の賜り物が、えーと、サバイバーのこれ治療時間がですね、えー、元に戻っちゃいましたので、うん、あのー、<laughs> これどうなんかね、うんまあ、正直、うーん、まあ、キラーどうやって遅延すんのって感じですね。まあ、いろんな構成を考えてはみたんですが、まあ、軒並みキラーのパークですね、えー、共鳴する苦痛。 イラプション、海の呼び声、ーオーバーチャージ。まあ、この辺の発電機、キャルですね。イラプション、海の呼び声、オーバーチャージ。それに加えて共鳴する苦痛まで殴されましたよと。じゃあ、キラーは何で遅延をしていけばいいんだと。破滅は結局、遅延抗体効果が200%から100%になっちまったと。そしたら、キラーは一体何をすればいいんだということで、はい、治療時間がですね、16秒から20秒伸びたんで、 まあ、そこでなんとかやっていくかとなりましたが、それも戻っちまった。どうしたもんかね。うん。まあ、ここに関してはね、率直な感想を言うんですけど、どうやって遅延していこうかなって、今一瞬、うん、あの、プチパニックですね。はい、動揺しています。うん、深夜、とかもう朝方かな、朝の4時43分に、えー、すごい動揺しています。 まあでも考えていかなあかんかもね。まあ環境は変わりましたんで、まあキラーを続けていくには、まあこの環境にですね、適応していくしかありませんので、はい。まあいろんな構成変えていこうかなと、まあ考えていこうかなと思います。しゃがないね。しゃがない。まあリージョンのあの新構成ってことで、まあいくつかあの動画、てかあの、もう一本ね、動画出そうかなと、あの、一応編集、 する段階で置いてた動画があるんですが、まさかのまさかえ、治療時間が元に戻っちゃったんで、どうしようかなというところですね。はい。頑張って探します。頑張っていきましょう。キラーの皆さん、応援します。そして、共にね、はい。キラー続けていきましょうね。はい。じゃあ次見ていきましょう。はい。続きまして、めぐみ癒しの輪。これも長くされたパークですね。 えー、交換範囲内で医療キットを持っていない生存者が自己回復できないようになったため、えー、このパークは微妙な立ち位置に追いやられました。他の生存者を治療する速度が上がる効果が追加されたものの、えー、これがもたらす効果を紐解くと、その恩恵は微々たるものでした。50%の治療速度上昇は治療にかかる時間を5秒短縮することができますが、えー、パークの交換範囲内まで移動するに、 えー、それ以上の時間がかかることの方が多いのです。えー、これを踏まえ、めぐみ癒しの輪で上昇する治療速度を、えー、40、45、50から50、75、100に変更します。えー、これにより、めぐみの範囲内にまで移動することが、どのような状況においても最適とはなりませんが、近くにある時の影響力は以前より高まるでしょうということです。はい、ということで、めぐみちゃんは、 これ PTB 内では今日書きましたね。まあ、50%から100%に変更しますということなんで、えっ、ー、と、この数値だけ見たら、えー、本実装時と同じ効果になります。100%っていうのは、まあ、イメージしてもらったら分かりやすいと思うんですが、あの、キットやイトゲルと同じ回復速度になりますね。はい。って言ったら多分イメージつきやすいと思います。なんで、めっちゃ早いですね。うん。で、 えと自分で、まあ、医療キット持ってなかったら回復できないので、まあ、基本的に他者回復がメインになるとは思うんやけどもえっ、ー、とまあでもね、まあ、基本的には、まあ、恵みを最大限に生かそうと思ったらノラ、まあ、で使うよりぶっちゃけパーティーで使う方がめちゃめちゃパフォーマンス発揮すると思うんですよ、うん、まあアンチを作って発電機持ちつきできるような環境を作るとかね うん、まあ、ってなってくるから、ここが50%から100%に変更されたのは、僕は結構強化やと思いますね。まあ、条件的に自分で回復できないっていうのが、うん、まあ、結構なナーフポイントかなとは一緒思ったけど、えっと100、100%っていうのは結構早いんでね。うん、まあ、結構早いと僕思いますけどね。だから、4人生存盤面でアンチ作られて、で、発電機、 残り1個って盤面で、恵みがあったら、結構しんどいんちゃうかなとは思います。はい。まあ、パーティーなら強化、結構な強化なんじゃないかなっていう僕の個人的な意見かな。うん、野良ノラやとね、まあ、他社会復メインになるから、とは思ってたけど、そもそもうん。えっと、サバイバーのデフォルトの回復時間が元通りに戻ってますので、うん。これは <laughs>、 これはサバイバーそんな影響を受けないと僕は思います。うん。だって、前と同じやからね。うん。ボタニーセルキアでいけちゃうんでね。はい。とは思います。そこまで大きいナーフでは僕はないとは思ってます。はい。えー、パークのバランス調整に関しては以上となりますね。はい。まとめは最後にします。続きまして、オートヘイブンレッカーズのバランス調整。はい。えー、最後にお話しするのはオートヘイブンレッカーズのバランス調整についてです。 前回紹介した内容に加え、もう一つ変更を加えることになりました。しばらく前、オートヘイブレッカーズにはいくつかの知見を追加しました。そのうちの一つは窓枠とパレットに焦点を当てて、当てたものでしたが、あまり安全とは言えない知見になっていました。この知見にバランス調整を加えましたが、残念ながら BTB への実装には間に合いませんでした。ライブサーバーへは実装される予定ですよ。こんな感じです。ということで。はい、こんな画像が。 紹介されてます。まあ、これ、ぶっちゃけやってみないとね、わからないんで、本日を楽しみにしていきましょうか。はい。えー、これにて、開発、今回の開発チームアップデートはおしまいです。えー、今回の PTB に参加いただき、えー、建設的な意見をいただいた皆さんに、もう一度感謝を伝えさせてください。えー、本当にありがとうございました。アップデートが発信された後も、すべてが快適に進むよう、注視を続けるつもりですと。はい。ということで、まあ、ざっくり見ていった、 わけなんですが、皆さんいかがだったでしょうか予想通りでしたか、まあ、大体ね、あの皆さんがあのコメントしてくださったようになってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。結局そのデフォルトの、ね、治療にかかる時間は元に戻りました。そして皆さんが予想されてた通り、あのキラーのパークだけはそのナーフが決定いたしましたね。オーバーチャージ、海の呼び声、イラプション。 最終的にここ全部遅延パーク、はい、ナーフが決定して、そして、まあ、共鳴する靴までもナーフされましたね。まあ、ちょっとね、ここの数値だけ見たら強化やんかと思うんですが、まあ、そもそも4回しか発動しない時点で、これめちゃめちゃナーフなんで、皆さん、あんま騙されへんようにした方がいいと思います。はい。まあ、キラの遅延パークは全ナーフですね。まあ、どうやってこれ、今後遅延していけばいいんかなっていう、ちょっと不安は、 正直、残ったんじゃないかなって、まあ、個人的には思います。まあ、そんな流れもね、まあ、そうやね、まあ、どうやって、まあ、遅延していくのかなって、まあ、結局考えるのかなと思います。まあ、正直わからないですね。現状、どうなるのか。まあ、それを楽しもうかなって思ってます。そして、サバイバーのパーク、まあ、デッドハート、注目されてましたか まあそうですね。まあ使う人は使うんやろうけど、まあ僕なんかデッドハートめっちゃ好きやったんですけどね。んまあ気分で使おうかなっていうレベルのパークになるかなっていう予想ですね。はい。てかまあそうなると思います。僕はまあ全力疾走今練習して使ってるので、まあそっちをメインで使うかもしれませんね。はい。まあそんな感じです。まあちょっとね、あのまあ大体皆さんの予想した通りと言いますか、僕もちょっとね、 あんまりこういう邪推というのはしたくなかったんですが、まあ、ほぼほぼね、自分の思ってたような結果になりましたね。まあ、希望通りにはいかなかったということです。はい。ということでね、あの、まあ、本実装されたら皆さんね、デッドバイ、まあ、ガラッと環境変わるとは思うんですが、はい。えー、楽しくね、デッドバイやっていきましょう。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。